スリコー TV です。はい、このタックル、ヤマタヌキにジグヘッド、ベイトタックルといえば、はい、そうです、またね、マゴチの動画でございます。いや、ほんとね、美味しいんですよね、マゴチがね。というわけで、まずはこちらをご覧ください。ヤマタヌキフィッシュは55センチほどね、55センチのマゴチ釣れました。はい、というわけで帰ってきました。ほんとね、最近ね、具合のいいこのセッティングですけども、最近ね、このね、サーモンピンクが効いてるんじゃないかなっていうことで、このカラーね、これサーモンピンクって綺麗なカラーなんですけども、その前ね、ダークブラウンブルーギルとかね、ちょっとね、地味めのカラー使うことが多かったんですけども、なかなかね、当たりが出るんだけど乗らずっていう感じでやってたんですが、このね、サーモンピンクに変えてからね、しっかりとね、フックアップしてね、船まで上がってくるようになってきたので、これね、なかなかゲイリーの中でもこのサーモンピンクってちょっと珍しい色なんでね、気になっている人ね、まあ、マゴチをね、うわ、ワームで釣りたいよなんていう人は、このサーモンピンク一つね、買ってみてはいかがでしょうかということで、結構ね、大型の、マゴチが釣れてくれたんですけども、こういうね、アシストフックつけてるんですよね。ちょっとこれ取ってみますね。はい、リグはね、こんな感じなんですけども、これはね、ガマカツのアシストをつけていて、こうすぐにこう外せるような感じですけども。で、ポイントはね、前も説明したんですけど、ここがね、瞬間接着剤でくっつけてるよっていうことで、これがね、投げるごとにずれちゃったりするとすごいストレスなんで、こうね、瞬間接着剤で、まあ、こう、ちぎって取れるんで、で、また付け直すときはね、反対側から付けたりっていうことで、使っております。中身はね、こんな感じですね。瞬間接着剤でね、こうくっつけてるんで、このジグヘッドもう3匹ぐらい釣ったかな。ね、このちょっと眠り気味の針で、重めのジグヘッドで、で、海用によくあるんですけど、下にこうアシストフックとかをつけれる、こういったアイがついていてっていうことでね、これに、ヤマタヌキをちょっと逆側からまたね、再利用で刺していきますけど、はい。この時にね、瞬間接着剤でビシッとくっつけてね、まずこんな感じにね、くっつけて、で、あとはお好みのアシストフックを、
ければ、はい、こんな感じね。こういうセッティングでね、最近よく釣れているんで、で、まあ、ちょっとね、まあ、色の方もいろいろ試しては見たいんですけど、このサーモンピンク、ほんとね、当たりが集中するんでね。うん、あとはね、このブレードも効いてるなぁなんていうのがね、よく最近これブレードつけてからしっかりフックアップするようになったなぁなんていうのもあるんで、これ改めておすすめでございます。で、あとはですね、まあ、ストップ&ゴーでね、誘ってると、動画ではね、今回当たりのところもビビッビビッってね、来てるところ映ってたんじゃないかなと思うんですけども、で、そこでちょっと気持ちね、送り込んで、で、フルフッキングですね。マホチ、口周りがめちゃくちゃ硬いんで、フッキングの時にすごい勢いよくね、バットからしっかりとこう針を抜き刺すって感じでフッキングをするのがまずいいんじゃないかななんていう風に感じております。あとはちょっとね、前に林優先の岡田船長にも習ったんですけども、ストップ&ゴーとかツージャークとか、カーブフォール主体とか、あと当たりの出るところもそのアクションのし始めなのか、アクションの終わり間際に出るのかとか、それを、あんまりこれって決めつけずに毎投ごとにちょっと調整入れて、このアクションでダメだったら次の流しはこのアクションっていう感じでね、いろいろ試してみることによってその日の当たりの筋みたいなのをね、見つけることができるみたいなんで、これってね、あんまり決めつけをせずにね、ワームもね、自分なんかこればっかり釣れちゃうんで、ついついこれ投げちゃうんですけども、クロー系のワームがいい時もあれば、シャットテールがいい時もあるんで、そんな感じでね、いろいろ試して、いくといいんじゃないかなという感じでございます。ね、ちょっとね、大きめのサイズも混じる釣りなので、少しね、強力めなタックルで、ただ、穂先はね、しっかりと入るような、そんなタックルでね、臨んでみるとね、バッチリな感じで釣れるんじゃないかななんて思いますので、まだまだね、引き続きね、秋ぐらいまでね、チャンスがあれば、まごちどんどん狙っていきますんでね、釣れたら、こんな感じで釣れたよっていう感じで、また動画にまとめて紹介していきますので、ただまあ、最近に関しては、ほんとこれ、でかい方のヤマタヌキですね。ヤマタヌキの 3.5 インチ、これがめちゃくちゃ効いてるよっていうことで、もともと餌でハゼとかね、メゴチつけてね、狙ったりする釣り方が有名ですよね。このお尻のプルルンっていう感じが、その底を這うね、ハゼとかそういうのをね、うまいことイミテートできてるんじゃないかなっていうことで、ほんとね、これもう2、3匹釣ってるヤマタヌキですけど、半分に割ってもいいんじゃないかなとか、まあいろいろね、ちょっとやってみたいことをね、試してみたいことあるんですけども、とりあえずこのね、普通の状態のヤマタヌキを普通につけたら、非常に飛距離が出てね、気持ちよく釣りができるんで、ぜひね、おかっぱりからボートから、ちょっとマゴチいそうだなぁなんていうタイミングで投げてみてください。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら。ヤマタヌキの 3.5 インチですね。これで、両型のマゴチがヒットしてくれて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。